これもっと早くやっておけばよかったなって思うことって何ですか？はい、こんばんは。小室ゆりの夜サプリ、あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、今週も30分間お付き合いください。ここからのお相手は、誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております、男女コミュニケーション心理師、小室ゆりです。よろしくお願いします。この番組はあなたの強みを発見する USP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、熊本銘菓いきなり団子七尾庵、 MJ リサーチ総合探偵社占い癒し処八雲庵、琉球食経ゴルファーズプロファイリング提供、沖縄県 FM 宜野湾、神奈川県 FM 大和の2局ネットでお送りをしております。ねえ、早くやっとけばいいのにとか、毎月コツコツやってればいいのにって思うことっていろいろあると思うんですが、さ、3月です。はい3月といえば、はい、私も、はい、たがわずあの確定申告に、はい、追われている今日この頃、皆様いかがお過ごしでしょうか。そうなんですよね、よく言われるんですけど、あ、小室さんって個人事業主なんですね。そうなんです。いつかね、いつかというか、はい、ここ数年の間には法人化を目指したいなと思っているんですけれども、現在は毎月レシートをきっちり集めて、はい、記入しております。いや、これを法人の方もやると思うんですけどね、え、もう本当に目標を立てて、そこのために何をしていくかって、じゃあマラソン走りたい、フルマラソン走りたい、11月に神戸マラソンに出たいから9月にここでハーフマラソンを入れると、そのためには今から走り始めてダイエットももうちょっと減量した方がいいよなとか、そういう計画は立てられるんですけども、数字に関する計画だけが苦手な小室ゆりです。今週もよろしくお願いします誰かね、この数字に関する管理が得意になるコツとかあったら、ぜひ教えていただきたい。本当に教えていただきたい。こんな企業を10年やってます。どうしても数字だけが強くならないんですよね。こういうところをね、早くアウトソーシングしたいなと思ってます。はい、頑張ろうね。個人事業主の方、はい、申告必要な方、あと2週間頑張ろうね。よし、頑張ろうはい、それでは今週のコーナー紹介参ります。今週お渡しする夜に聞きたいサプリメントは、気になるサプリ。今週3月8日が国際女性デー、すっかり耳なじみになってきましたね。この国際女性デー、日本では様々なイベントが行われます。デモもあります、マーチもあります。例えばホテルではミモザに例えたケーキなんかも出るんですけれども、海外ではどうなっているのか、どんな催しがあるのかというのをお伝えしていきます。毎月1週目はあなたの強み発見サプリ。ご担当いただくのは USP プロファイラー押したり構造先生です。今月は5認識5違う認識というテーマをお持ちいただいております。5認識聞いてみましょう。そして DMM オンラインサロンほか、サブスクリプションが大好評です。占い癒し処八雲庵オーナー萩原八雲先生の週末の占いサプリは、今月は卒業シーズンですので、テーマを卒業にさせていただきました。番組では皆さんからのメール募集しております。番組への感想、リクエスト、教えてゆり先生へのお悩み相談、そして数字に強くなるコツ、お待ちしております。メールアドレスは info@friendvillage-c.com、 友達のフレンド里のV
village-c.com です。メッセージお送りいただいた方の中から毎月1名様に七尾庵のいきなり団子をプレゼントしております。メッセージには必ずご住所、お名前、お電話番号を明記の上送信をしてください。なお発送のお知らせは商品到着をもって返させていただきます。たくさんの応援メッセージお待ちしております。気になるサプリ、私小室由里が気になったニュースや情報をピックアップしてお届けいたします。気になるサプリ、今週はアイラードット編集部からこんなニュース。3月8日の国際女性デーとは、始まりは海外では。3月8日国際女性デーという記念日、これはだいぶね耳なじみになってきた言葉かなと思います。ジェンダー平等や女性特有の課題に向き合う日として世界で広がり続けているんですね。日本ではそもそもこの3月8日国際女性デーにあたってお祝いをする習慣はありませんが、昨今の SDGs の普及に伴って国際女性デーの存在、ね、知ってくる方もたくさん増えていらっしゃると思います。このアイラドットコムのこのアイラドットの記事の中では、この日がどんな日で世界ではどう祝われているのかというのが紹介されています。そもそもこの国際女性デー、インターナショナルウィメンズデイ、これはですね、女性の政治的自由と平等のために行動する記念日として1975年、あ、私生まれた年です、3月8日に国連で提唱されて、2年後の77年の国連総会で決議されたんですね。ミモザの日とも呼ばれて、欧米では黄色いミモザの花をシンボルとして男性が女性に感謝と敬意を込めて贈る風習があるそうです。まあ、これらが日本に入ってきて少し文化が変わって、最近ですとホテルのラウンジでこうミモザになぞらえたケーキが期間限定で置かれたりとかしてますね。まあハロウィンとちょっと似てるところもあるかなと思うんですけど、それでもこういうイベントを通して国際女性で女性に対して感謝と敬意、そして女性特有の課題に向き合う日なんだという認知が高まっていくことはとってもいいことなんじゃないかなと思いますね。この国際女性デーなんですけれども、1908年の3月8日ニューヨークで女性たちが大規模な抗議活動をしたことに由来すると言われています。1910年にあったデンマークコペンハーゲンでの国際会議でこの日を国際的女性の日とする提唱があり、1911年には欧州各地で初めて記念行事が行われたそうです。それから2度の世界大戦を経て女性の権利は徐々に認められるようになっていったんですね。日本でもこの国際女性デー徐々に広がりを見せています。セミナー、イベント、講演会、表彰式など様々イベントが行われるようになっています。女性団体の実施ほか、民間企業、自治体、大学など3月8日当日やその前後に実施されることが多いですね。昨年2023年の国際女性デーにあたっては、岸田文雄首相や東京都の小池百合子都知事もメッセージを出しています。さてこの国際女性デーですが、世界的に公式な祝日としている日もあるんです。ミモザの花を贈る、プレゼントを女性に贈る習慣が世界各国にはありますね。イタリアではフェスタ・デ・ラ・ドンナ、女性の日として、妻、母、恋人に限らずお世話になっている女性に敬意を込めてミモザを贈る習慣があるんだそうです。このミモザの花に見立てた黄色いケーキやパスタを作る習慣もある。これが日本に入ってくるとイベント的になるんですね。ルーマニアでは
3月8日は祝日ではないものの記念日として広く認知されていると。母の日とされていて、パートナーや子供などからお花やプレゼントが贈られるそうです。アメリカでは3月を歴史における女性の貢献を振り返る女性史月間と定められているんだそうですよ。この年のテーマに沿った展示がアメリカ議会図書館や国立公文書館などで展示されるということなんですね。またロシアでは1917年の3月8日国際婦人デーのデモがロシア革命のきっかけとなった歴史があると。現在では恋人妻に花束を贈る、男性が家事を肩代わりすると、これどうなんだ、バレンタインデーのような日になっているそうですよ。お隣中国、3月8日を婦女節、3月8日を婦女節と呼んでいて、女性は半日休暇を取ることができるそうなんです。ほう。コスメのお店やネットショップなどではセールを展開しているそうなんですが、若者の間では婦女という表現がダサいとされて、言い換えが始まっているんだそうです。女王説や女神説と呼ぶこともあるそうなんですね。時代の変化なんですかね。ということで、3月8日の国際女性デーはジェンダー平等の実現、女性の社会的活躍を応援するイベントが各地で行われています。せっかくね、3月8日これからですので、宜野湾聞いてくださっている方は2日後、大和聞いてくださっている方は明日が国際女性デーなので、女性のパートナーがいらっしゃるそこのあなたは明日または明後日、お花屋さんによってミモザの花を買って、いつもありがとうという言葉に添えて渡してみるのはとっても素敵な時間になると思います。お花じゃなくてもいいと思うんですよ。黄色がイメージカラーなので、黄色になぞらえたハンカチ、タオル、またはヘアアクセサリーなんかもいいかもしれないですね。これから春を迎えるので、黄色いお花のモチーフをかたどったアクセサリーとかいいかもしれません。普段ありがとう、感謝の言葉を言いにくいことってありますよね。それをこの日を使うという認識でもまずはいいのではないかなと思いました。私も誰かからきっと何かをプレゼントされることを願っております。はい。もっと探偵を身近に、安心と信頼の探偵事務所 MJ リサーチ。浮気調査から人探しまで、ベテラン探偵の高い調査力をあなたに。詳しくは MJ リサーチで検索、または MJ リサーチ公式 YouTube からお願いします。沖縄初のブランド地鶏、福雪地鶏。8ヶ月の時間をかけ大切に育てています。沖縄の自然の恵みをあなたへ。インターネット検索は福雪地鶏。あなたの生きにくさは変えられます。四柱推命、行動心理学、USP コンサルティングを合わせたカウンセリング。プロファイラーお二人があなたの生きにくさを解消します。USP プロファイリングで検索。縁結び恋愛成就のパワースポット、西光寺。境内を覆う大楠と薙の木は、恋愛成就と縁結びのパワーを持つと言われ、ご利益を求めて県内外から参拝に訪れておられます。徳川家ゆかりの文化祭の宝庫、静岡県磐田市西光寺。 USP プロファイラーの押谷幸三とゴルファーズプロフェッサーの石渡俊彦がお送りするゴルファーズプロファイリング。この番組はゴルファーに自分らしく一生涯ゴルフを楽しんでいただくためのサポートを目的としたプロファイリング番組です。毎週日曜 AM11 時からFM ギリワンで放送中です。お聞きください。毎月1週目はあなたの強み発見サプリ。
ご担当いただくのは USP プロファイラー押谷剛三先生です。今週は誤認識というテーマ。誤認識、なかなか耳慣れない言葉ですね。早速聞いていきましょう。それでは押谷先生、よろしくお願いします。あなたの強み発見サプリ、 USP プロファイラーの押谷です。行動心理と四柱推命を組み合わせた統計と分析であなたの運命と運勢と強みを鑑定しています。 USP とはユニークセリングプロポジションの略で、その人にしかない強みを指します。本日は誤認識という話をしようと思います。これまあ占い師あるあるにはなるかなと思うんですけど、たまに鑑定していて、いやいやそんなことないです、違いますねとか言われることがあるんです。四柱推命は命術と呼ばれる戦術で、主に統計データを使います。何億というアナログのビッグデータを元に解析しているので、基本的には当たっているはずですが、いや違いますね、いやそんなことないですと言われてしまうわけです。この場合2種類考えられて、一つはもうそもそも生年月日が違う。例えば主に2月28日、今年は29日がありますよね。2月29日生まれの方は4年に1回しか誕生日が来ないということで、2月28日もしくは3月1日生まれとして戸籍に登録する場合があります。また元旦前後、どちらの年に生まれたことにするかとかいう判断や、4月1日前後ですね、この場合は早生まれで学年が分かれてしまうので、親の都合で誕生日ずらしたりというのがあるので、このあたり確認が必要です。戸籍の誕生日と実際の誕生日が違ったら、そもそも別人になっちゃいます。このパターンが一つ。そしてもう一つが誤認識です。本人がそう思い込んでいるという場合です。〇〇ですよねという解析に対して、いやそんなことないですって言われちゃうわけですが、もともと誤認識を司る星があって、その星を持っていると自分はこういう人間だと思い込んでいる場合があります。この場合、あなたがそう思っているだけで、実際周りの友人は私の言ったように感じているはずですよとご説明します。それでも本人は納得しませんが、忖度なしで友人に聞いてみてくださいというと、周りの友人は、いや鑑定通りの人格だよお前っていうふうに言うわけですね。本人だけがなんか釈然としないみたいな感じになります。この誤認識はコミュニケーションエラーを起こしやすいので、突然の別れみたいなのが起きます。前に名曲プロファイリングでした、もう恋なんてしないの主人公がこのタイプですね。彼女が突然姿を消して、さらに彼女の出て行った理由がわからないと言っていますけど、周りの友人には振られた理由は一目瞭然みたいな、え俺の何が悪かったの、こんなにしてやったの的なね。この誤認識、結構厄介な星です。本人は無意識に周りを遠ざけたり、自分勝手な理由で距離を置いたりしますが、実際は距離を置かれてしまっているというコミュニケーションエラーを起こすので、気づいたら孤立独立みたいな現象が起きています。まあ、ワンストップワンオペスタンダーローンとは別なんですけどね。このワンストップワンオペスタンダーローンの場合は、社会的にアウトソースされる高い能力、技術力を持っている場合が多いので、専門家としては顕著なコミュニケーションエラーは起きづらいです。誤認識の星は気づいたら孤独みたいな人に多いので、あなたの周りで最近音沙汰ないな、まあつっても別に連絡するほどでもないしなと感じている人がいたら、その人は持っているかもしれませんね。パートナーが持っていると意思の疎通がちぐはぐになりやすいので、相手のタイプが知りたいという方はUSP プロファイリングをご用命ください。というわけで本日はここまで。あなたの強み発見サプリ、提供は USP プロファイラーの押谷がお送りいたしました。それではまた。いやいやいやそんなことないよっていう方の一番怖いことって、押谷先生がおっしゃっていたように、いやお前そういうところあるしねということを自分が認識することなんじゃないんですかね。この他者からの認識を自分が再認識することで、実は人ってもう一歩先の強さを手に入れられるのではないかなと思ったりもします。押谷先生ありがとうございました。あなたの強みを引き出す USP コンサルト、四柱推命行動心理学を用いたプロファイリングで
生きるのがもっと楽になります。お問い合わせはインターネット検索 USP プロファイリングでお願いいたします。また押したり構造先生とプロゴルファーの石渡俊彦さんのラジオ番組ゴルファーズプロファイリングが FM ギノワンにて毎週日曜日午前11時からオンエア中です。ファンゴルファーのあなたはぜひ聞いてくださいね。踊れ踊れ私の占いサブリ。DMM オンラインサロンやその他サブスクリプションが好評中です。占い癒しどころ薬務庵オーナー萩原薬務先生監修によるあなたの恋と愛に役立つ週末の占いサプリ、今週も12星座で占っていきます。テーマは卒業。そろそろそんなシーズンですよね。胸キュン。それではセクシーに胸キュンしちゃうぞ。おひつじ座、いくつになっても子供みたいね。いろんな意味で大人になってみない？お手伝いしてあげる。おうし座、おしゃれに夢中で私のことはそっちのけなのよね。そろそろ待つ女は卒業しようかな。双子座、二次元なんて早く卒業しなさい。目の前のバストは 3D。 F カップの感触楽しみたくない？ガニ座、お母さんを大切にするのは素敵だけれど、マザーコンプレックスもそろそろ卒業してもいいんじゃない？獅子座、ねえ見て見て、 C カップ卒業したの。ナイトブラの効果かしら。乙女座、2人きりの卒業旅行、ランジェリーも香水もメイクグッズも準備 OK。 天秤座、あなたも素敵だけれど、あの推しの彼も捨てがたいのよね。浮気症も卒業しないとダメかしら。サソリ座、まだ夜の8時じゃない。子供みたいなデートは卒業。もう一軒行くわよ。いて座、今夜は止めてくれるわよね。高校卒業してからって言ってたのに、一体何年待たせる気なの？ヤギ座、もうすぐ薄着の季節よね。そろそろ清楚系を卒業してセクシー系を目指すんだから。水亀座、卒業式から直接来ちゃった。ねえねえ、このドレス素敵でしょ？ファスナー下ろすの手伝って。魚座、もう脱衣系ゲームなんて卒業してよ。課金なんかしなくても目の前に全部脱いでくれる人がいるでしょ？占い癒しところ薬務庵オーナー萩原薬務先生の鑑定にご興味のある方は、占いタロット薬務漢数字の8に空の雲と検索をしてみてください。今週の占い執筆ご担当は小悪魔系占い師スマイル丸山さんでした。ありがとうございました。あなたの恋と愛に役立つ夜に聞きたいサプリメント的バラエティ番組、小室ゆりの夜サプリ。そろそろエンディングのお時間となりました。今週もご視聴ありがとうございました。来週2週目ですので、このサプリお届けいたします。
探偵サプリ。ご担当いただくのは現役探偵の若梅秀隆さん。来週は現役探偵が教える悪徳探偵の見分け方、教えてくださいます。楽しみにしておきましょう。そしてこの番組はもう聞いてくれているよね。土曜の朝の始まりラジオ、キッス FM 神戸、 BNI 神戸東プレゼンツ、エキスパートボイス。毎週土曜日の朝7時から10分間、マーケティングチーム BNI 神戸東のメンバーをゲストにお迎えして、エキスパートなお話を伺っております。皆様のおかげさまをもちまして、この番組もいよいよ3年目に突入することになりました。これからもご愛聴何卒よろしくお願いいたします。この番組のブログも担当しております。ぜひこちらもご覧くださいね。検索は BNI 神戸東、 BNI 神戸東でお願いいたします。ここまでのお相手は、誰にも言えない男女の深い悩みを解消しております、あなたのためのパーソナリティ、男女コミュニケーション心理師小室ゆりと、あなたの強みを発見する USP プロファイリング、縁結び恋愛成就のパワースポット西光寺、熊本銘菓いきなり団子七尾庵、 MJ リサーチ総合探偵社、占い癒しところ八雲庵、琉球食系、ゴルファーズプロファイリングの提供でお届けいたしました。この後はうまくうで嫌なわらばーな演芸集団 FEC オフィス所属のお笑い芸人さんが、笑いやしゃべりを極めて FM ギノワンの人気番組を目指します。 FEC チューンド。水曜日の担当は日賀亮斗さんと付着かえりさんのコンビ、デコボコトラベリングのビッグスモールです。最後にあなたにお渡しする夜に聞きたいサプリメント、恋の名言はこちらです。自分の心に固く決意すれば、目的はすでに半分達成されたも同然だ。アメリカ合衆国第16代大統領エイブラハム・リンカーンの名言です。達成したいことも一番障害になるのは自分の心、意志だったりするんですよね。やるぞというその決意こそが達成への道筋のキーになると思います。来週もあなたが元気になれる夜サプリ用意して待っています。忘れずに取りに来てくださいね。走り続けてた、気がつけば引き返せないところまで、あなたがいてくれたから、あの日私は生まれた、この想い届けたくて欲しいから、大きな声じゃ言えないけれど、これからも私らしく、ああ私からあなた